おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ、509です。今回ご紹介するのはですね、前回、ご紹介したイカ娘の時にも言ったんですけど、買ったけど、開けるタイミングがなくてなんだか開けてなかったシリーズということで、ご紹介していくものとなっております。はい、その2回目が今回ですね。で、今回ご紹介するのはこちらです。じゃーん、フィグマの196番、岡部倫太郎。これ、シュタインズゲートですね。はい。なんかね、劇場版になったり、ゲームがあったり、まあ、ゲームがスタートかな。全然見てないからね、全然わかんないです。はい。ただ、買っちゃったって感じかな。はい、一応これです。側面、裏、反対側、そしてトップとリアとなっております。で、一応、フィグマの多分男キャラクターをご紹介するので、多分これが3体目かな。多分最初が物語シリーズの新垣こよみ、その次が、フェイト・ステイ・ナイト・アニメテッド・ブレードワークスのアーチャーかな。あと4体目か。で、あと、とあるシリーズの、上条トーマ。だから4体目、そうそう持ってないみたいですね。はい。ということで、今回4体目の中でも2番目に、新しいかな。はい。となっております。では、開けていきたいと思います。レッツオープン。はい。箱から出したのがこの状態となります。まず最初にこちらですね。今光でこうやって見えると思いますけど、こちら点線。これを刃物ですね、ハサミとかカッターとかで綺麗に切り離して、使用するカバースキーってやつです。こちらですね、過去に、動画としてご紹介しました D ステージ、そちらの方に取り付けて使用するものですね。D ステージ自体が黒または半透明で、そのキャラクターに合わせた、こういうようなカバースキンつけることで、まあ、統一感を出すという、そういうようなスキンですね。で、このカバースキンには弱点があるので、それはD ステージご紹介の動画の方でもちょっとご紹介してますんで、まあ、そちらを参考にしていただければなと思います。はい。で、こちら、まず岡部倫太郎ですね。本体と表情パーツ2つで、ここに腕ですね、手首といいますか腕、これは交換することによって、この白衣のポケットかなの方に手を突っ込んだ状態にするやつがここについてますね。で、あとなんかこの辺に携帯持ってるやつかなと、あとこの辺になんかあったりとか、足、これ多分今スリッパ履いてるやつかな。今緑っぽく見えるんで、靴にできんのかな。ちょっとそれは後でご紹介する感じですね。あと、ここにいつもの、ホルダー関係ですね。ベースとアームと手首ホルダー、あと収納袋と説明書が多分入ってると思います。では、いつも通りこちらから出して、全て並べたいと思います。はい。一式並べたのがこの状態です。まず本体、いつものベース、いつものアーム、交換用の手首パーツ、革靴ですね、の両足、ポケットですね、に手を突っ込む時用の交換用の腕、あと指差しの手首と、これが、携帯電話ですね、携帯持った時の右手です。左はないんで、右手、これにしっかりくっついております。はい。あと、これが、ビット粒子砲ってやつかな。はい。原作知らないんで分かんないんですけど、こういうのがあります。これもですね、この星マークとかね、この辺の黄色、赤、黄色のラインとかね、これ綺麗に、はい、塗装されております。はい。それと、ここの、なんかこんなちっちゃいやつ、これがね、すみません、何なのか分かりません。説明書の方に書いてある、ものの順番としては、一応フィギュア本体、交換用手首パーツ、左手、あと顔、あと、ポケット突っ込みのやつと、ビット粒子砲、あと、靴、ベース、アーム、袋、携帯電話。で、このダーリンのバカーって書いてあるやつですね。多分それがこれなんだと思うんですよね。原作さっぱり知らないんで、何とも言えないんですけど、多分それだと思います。これはですね、パッケージの方に、これ一応パッケージの方で、見えるのが、どこにあるのっていうのが見えるとすると、ここなんですよね。ここのところに、ここですね。ここのところに、右手についてるんで、一応先に言ってしまうと、これもご紹介する予定です。その時に多分合わせるために、これ右手につけるのが正解なのかなと思います。これも後でちょっとつけてみたいと思います。はい。
ではですね、この手前に並べているこのパーツをすべて一旦手前側にさらに寄せまして、まずこちらフィギュア本体のご紹介をしたいんですけど、このまま持ってしまうととあるパーツが外れます。はい、それは足のこの緑のスリッパ、これがですね、今までの大体のフィグマとかそういうやつってこの足と一体化されてると思うんですよね。で、素足のパーツ、スリッパが単体でバラでついてて、まあ交換しても使えますよ的な感じなんですけど、今回のこれは完全に最初からバラで、作られているんで、これ持ち上げると多分外れます。こう持てばも、こう持てばつま先に引っかかってるんですけど、これをこうやってやるとね、落ちましたね。こっちも外れます。で、これ自体が、音わかりますかね？これ完全にプラなんですよ。これが、この辺とか、これも硬いな。上着のこういうような軟質のものだと、その滑りがそんなに滑らないんで、キュッてはまるんですけど、これ結構外れるんですよね。なので、まあ、これを使うときには、まあ、体ですね、体のポーズをしっかりとってから台座の方にスッと置くって感じ。これ置いてから多分こうやって動かしちゃうと多分スポスポ抜けて腹立つんで、はい、それは多分後で分かると思います。これはとりあえず今外した状態にします。で、この状態でまずグルーに回しますね。はい、こんな状態で、これやるにもこれね、スリッパ履きっぱなしだと今のこの回転で簡単に取れると思うんで抜いておきました。ではまず可動範囲すべていきたいと思います。まず頭部ですね、左右、上、これ上です、上で下、上はやっぱ腰回りと一緒にこうやって上げるしかない感じですね。だどうしてもやっぱ首の後ろの部分と、あと首の根元が動かないとやっぱり真上関係、もうちょっと上、こういう角度にするのはやっぱ厳しい感じですね。はい、次肩、ここいつものジョイントでこうついてるんで、まあ根元でグリグリ、あとここでロール、そしてはい、腕自体は90度よりまあちょっと曲がってるかなぐらいですね。で、手首の方はまあ球タイプですね、球タイプなんでこの防接続となっております。はい、で左右とも同じですね。で、この白衣の上の部分、この上の部分は軟質パーツなんで多少開いたりすることもできる。ただ腕を引っこ抜いてこの白衣を脱いだバージョンにすることはできないですね。まあ簡易的にはできるとは思いますけど、まあどっちにしろ腕周りがこの白衣バージョンになっちゃってるんで、まあどうしようもないんですけどね。はい、次腰回り、まずボディはですね、多分これ自体が多分硬いんで、一応こんな感じ、こう白衣をペロってめくると上半身自体の可動はなさそうですね。だから下半身、腰のここの部分でこう前後させる感じですね。で、この白衣の後ろ、ここの部分はこうやって跳ね上げ式になってるんで、多少足を開いたりするときに干渉を回避できる。で、さらにこれも今の上の跳ね上げだけじゃなく左右ですね、左右のこの開きができるんで、まあ、先ほどの通り足動かしたりとか、こう大胆というかで、こうやってね、変ですけどね、こんな感じのポーズを取らせたりするときにもこうやってね上に上げることができる、そんな感じとなっております。はい、で足自体は、はい、前後がすごいですね、ものすごく動きます。そして左右も結構開きますね。というのもここの部分ですね、ここの部分に、こうやってちっちゃくね、両サイドスリット入ってるんで、まあ、これのおかげで左右とか前後に足が干渉しづらいという感じになってます。はい、で足自体はここまでですね、ここまで曲がって、あと足首が、まあ、従来と同じで、本来はここにスリッパがこう入るんですけど、これがこうやって取れるという感じです。だからこっちの足の裏か、こいつ自体、このスリッパ自体がなんかね滑り止めみたいなギミックがあれば
そんな簡単には抜けなかったのかなと思います。はい、一応可動範囲としてはこんな感じですね。で、背中の穴ですね、背中のこの穴、こちらの穴の方にいつものアームさんを差し込みますと。はい、これで差し込みました。で、あとはこのまんまベースの方に差し込んで角度の方を調整すると。はい、一応今簡易的につけたらこんな感じですね。ただ身長がやっぱり高いのと、この穴の位置が結構ね上の方にあるんで、多分アームがね微妙に足りないのかも、角度の関係とかで。なのでこれを外して、この角度変更用のこのアームをここに一旦こうやってかませてあげた方が、うん、こうですね、この方がいい感じになると思います。はい、一応アームの取り付けと、角度の基本的なものはこれで終わりかな。ではですね、これからあの付属品関係、取り付けていきたいと思います。で、先ほども言った通り、まあポーズが決まってから初めてこうやってねスリッパを履かせてあげると、その方がいいと思います。というのもプラに対してプラなんで、これで、ね、ツル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 動くんで、多分動かしてって多分腹立ってくると思うんで、これはつけるときには最後に全てが決まってからやるという方向のがいいと思います。はい、で、まず表情パーツ変えるかな。これ髪の毛が、上条トーマ紹介した時にもそうだったんですけど、結構髪の毛ツンツンしてるんで、あの分割線が結構目立ちにくいですね。ちょうど今多分ここで切れてるんで、ここの部分で外れます。はい、そして表情パーツも外して、付属の表情パーツ2つ、この口開いてるやつと、このなんていうんですかね、な表情パーツがあるんで、ちょっとこっちにします。これをつけて前髪を戻してあげると、こういう形に変更してあげることができます。で、さらに手首ですね、手首の方もこう一旦普通に引っこ抜いて、これをそのまま差し込むというパターンと、一応この手首ホルダーの方でこれですね、この指、人差し指だけこうピッてなったやつ、これに先ほどのこのビット粒子法だったっけな、これをこうやって構えて、ここであとこう差し込んであげるパターン、今これ適当に刺します。こうやって構えることもできますし、もう一個上の手首、この手首ですね、これは次回その次ですね、次次回ご紹介する、クリスですね、そちらの方となんか握手できる用の専用の手首みたいなんですね。はい、これをつけてるときに先ほどのなんかこの腕輪みたいなやつ、これがついてたんで、ここに一旦はめ込んでからこの手首を、まあ、こうセットするという感じですね。こうすれば普通になんか握手してる手になる感じですね。ただですね、物が物なんで、この手首の軸ですね、これが結構ね今入れまし、結構力いっぱい入れましたけど、半分ぐらいしか入んなかったんですよね、これが。なのできついようだったらこれちょっと削る方がいいと思います。そうしないとですね、今みたいな感じで手首の予備ジョイントっていうのがなく、この手首自体も、今この手首のこの可動ですね、これも根元のここと手首本体のこれを、ここのところにあるちっちゃいプチってあるんですけど、ここで細いピンで付けてるだけなんですね。それなのでこう差し込んでこうひねった時に折れるか、こう引っ張った時にこのジョイント自体が割れるか、ピンが折れるかする可能性がありますんで、あまりにもきついものに対しては手首のこっちの方をちょっとね削ったりして細くしてあげる方がいいと思います。あとはこっち側にあの潤滑スプレーとかね、そういうのでちょっと緩くなるようにしてあげた方がいいと思います。はい、で、まあ、手首の方にちょっとこうやってね携帯電話の方を持ったやつとかね、これも今結構きついんですけど、こうやってね持たせてあげることもできる、こんな感じになっております。はい、でさらにこの腕を根元ですね、根元の方からジョイントをこうやって抜くと、そして
両方ですね、両方同じようにジョイント抜いて、この交換用の腕、一応左右ありますんで、左右合うようにして、ここに刺すと。こっちも同じですね。こっちも同じく刺してあげる。はい。こうした状態で腕の角度を調整し、ポケットの方に手をこうやって入れてあげる。反対も同じように入れてあげると、こういう形で、ポケットに手を入れた状態にすることができる。で、これ腕の角度の調整プラス、このサイドの部分がこうやって動くんで、結構ね、このポケットに手を入れた状態、この状態にするのは結構比較的楽にできると思います。はい。で、さらに足ですね、足も今素足またはスリッパの状態ですけど、これも根元からこうやって足首抜いて、この靴履いてるやつですね、この靴履いてるやつをここにこうやって刺してあげる。反対も同じく、はい、こうやって刺してあげる。この状態でまたまたアームの方を調整してあげれば、はい、こんな感じで立たせてあげることができると。はい。こうやってね、足部分もスリッパありなし、なしだったらこうやってね、なかなか珍しい素足の状態のやつが付属してたりとか、あとはこの手首に、手首というかポケットをこうやってね、ポケットに手を突っ込んだ状態のやつとかね、こういうようなやつがあったりして、なかなかいいんじゃないかなと思います。で、ちなみに順番的には、次回ご紹介するやつが最初に出て、その次ご紹介するのが今回ご紹介している岡部凛太郎の間に出たやつですね。なので一番最後に出たやつからご紹介している形になりますけど、まあ、こんな感じで、シリーズとしてはこの全部でクリス2体、この凛太郎1体、計3体しかちょっと出なかったっていう感じですね。はい。もうちょっと出てもよかったのかなとも思ったりします。で、今回のやつが一番最後ということで、こうやってね、連動パーツみたいなのがちょっとあったりとかね、そういうのもあったりする感じで、なっております。はい。じゃあこんな感じですね。付属品関係のご紹介もすべてこれで終了となりますね。はい。以上、次回ですね。次回は、言っている通り、クリスですね。クリスの一応白衣バージョンってやつと違うやつがあるんで、その違うやつを先にご紹介する、形になると思います。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。